笠原大順です。前回の動画では一般の方がご自宅でできるお勤めをご紹介しました。今回はお仏壇周りを中心として少し補足のご説明をいたしたいと思います。浄土宗では阿弥陀仏の仏像あるいは掛け軸や絵像をお祀りします。手に入らないときはこのような写真でも結構です。本来は開眼式といってご本尊に御霊をお入れする儀式が必要です。しかし浄土宗の寺院が近くにないなどの理由で開眼式を行えない場合は差し当たりそのままお祭りください。脇侍として観音菩薩、静止菩薩あるいは善道大師、法然上人を祀るのも結構です。お香を焚く意味は3つあります。まず第一にお香の香り、香薫を持って私たちの体と心を清めます。第二の意味はお香を焚いて仏様をお迎えいたします。そして第三番目の意味はお迎えいたしました仏様にお香の香りを捧げ供養いたします。これが3つの意味です。香炉にはいろいろな種類がございますけれども、3本足の香炉の場合は1本足を手前に、私たちの方を向くようにして置きます。右手でお線香を取り灯明の火で点火します。一旦左手に持ち替えて右手で仰いで火を消します。この時息で吹き消さないように気をつけます。再びお線香を右手に持ち香炉の灰の中央にまっすぐ立てます。宗派によってはお線香を寝かせて焚きますが浄土宗ではまっすぐに立てます。お灯明は三つ具足の場合向かって右側に置きます。燭台が三本足の場合は香炉と同じように足一本の側を手前にして置きます。お灯明は仏様の知恵の光を象徴します。点火するときはマッチでもライターでも構いません。火を消すときには吐く息は不浄だと考えられるため息で吹き消さず手で仰いで消すかあるいは仏壇用の火消しを使います。花立ては向かって左側に置きます。このように一輪挿しでも構いません。バラなどトゲのある花や毒を持った草花あるいは嫌な匂いのある草花などはあげません。これまでご説明した香炉、燭台、花立てこれを三つ具足と呼んでいます。燭台が一対また花立てが一対ある場合は五具足と呼んでいます。これらのほかに一般一水やお菓子、果物を備えるのも結構です。浄土宗の数珠にはいくつか種類がありますが一般にはそのうちの日華数珠という二連のものを使います。
もしこのお数珠が手に入らないときには、他のものでも結構です。数珠の使い方には2通りあります。まず、合掌のとき。合掌するときは、このように両手の親指にかけます。合掌していないときは、左手の手首にかけておきます。お念仏の数を取るときは、このようにします。輪が2つあります。片方の輪を人差し指と中指の間に挟みます。もう片方の輪を親指と人差し指で挟みます。お念仏を唱えながら、親指で数珠の玉を手前の方に食っていきます。ナムアミダブ、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 ナムアミダブ。そしてこの今食っている輪が一周します。大きい玉がきます。そうするとこの人差し指と中指で挟んでいる方の輪を一玉ずらします。このようにするとお念仏の数をたくさん取ることができます。お数珠は畳や床の上に直接置かないようにします。トイレに行くときは必ず外します。その時はポケットに入れても構いません。和げさの説明をします。和げさには、上下ですね、上下と表裏がありますので間違えないようにします。まず上下、このように首にかけるわけですけれども、首にかけたときにちょうど首の真後ろにこのおけさですと三つ葉葵の御紋が位置します。この御紋の上下が正しくなるように、首にかけた状態で後ろから見てこのような上下になります。そして首にかけてここに紐の飾りがあります。これが前を向くようにこのようにかけます。こちらの和げさの場合は浄土宗の宗紋がついています。この上下が正しくなるようにかけます。お数珠と同様に畳や床に直置きしないように気をつけます。トイレに行くときは必ず外しましょう。お経本はお釈迦様のお言葉が書かれた大切なものですので、両手で丁寧に扱います。お輪は向かって左側に置きます。木魚のないときは右側に置いても構いません。本来は複数の人で読経するときに調子を揃えるために叩くものですが、一人のときに打っても構いません。輪棒の少し中ほどで叩き、柔らかく深みのある音を出します。音の大小の使い分けがあります。詳しくはダウンロード用の教本を参照してください。木魚は右側に置きます。お経の中でお輪とは叩く場所が違います。前回のビデオをご参照ください。木魚も柔らかく叩き、深みのある音を出します。強く叩き続けると割れてしまいますので注意してください。
合掌は両手を指先までまっすぐに揃えてぴったりと合わせます。胸のあたりで斜めに構えます。礼拝には二通りあります。まず第一は合掌して頭を下げます。そして第二、このように両手のひらを上に向けます。これはどういう意味かと言いますと、仏様の両方のおみ足をこの両手でお受けするという丁寧な形の礼拝です。この二通りの礼拝を覚えてください。お仏壇の前のお勤めはできれば朝晩2回、そしてその他昼間の時間は思い出した時にいつでも南無阿弥陀仏お念仏を唱えいたします。生活の中にお念仏があるというよりも、理想を申しますとお念仏の中に生活がある、そのように心得ていただければよろしいかと思います。